桐山城、または滝城は、伊勢国一主郡滝に、かつて存在した、日本の城。城跡は、国の史跡に指定されている。伊勢国市から戦国大名となった北畠氏の本拠地であり、16,000騎を有する大将に、ふさわしい城郭であった。滝は、伊勢国と大和国を結ぶ伊勢本街道沿いにある、交通の要所であると同時に、7つの経路のどれを、とっても、峠越えとなる天然の要害であった。城郭本体だけでなく、麓の城下町まで含めて、大要塞を成していたとも解釈できる。城下には 3,500 戸ほどが立ち並び、700人から1000人の家臣が暮らしていた滝から南西へ16里行けば、南朝の拠点である吉野へ、南東へ12里行けば、伊勢神宮へ至ることから、どちらで非常事態が発生しても1日で駆けつけることができた。南朝へ米や海産物を運び、また、北朝野と京都に比較的近いことも利点の一つであった。城の名前は、三国志史、勢い肥後林異郷では、桐山城と滝城の両方が用いられている。北畠氏の本拠であり、240年にわたり、難攻不落の城としてそびえ立っていたが、織田信長勢に攻められて落城した。北東角、櫓跡滝盆地の西方にある標高560メートル、飛行240メートルの山の頂に築城され、南東約 1.1km の麓には滝御所があった。急峻な尾根に2畳の堀切を設け、長さ120メートル幅30メートルの範囲に、北東角と南西角の2角が存在した。北東角は3肩を土塁で固め、南西角は北東角よりも高い位置にあり、四方に土塁を築いていた。このため、南西角が城の中心角であると考えられる。本丸の近くに、鐘付き堂を設けていた。現代も往時も、桐山城まで登ることは容易ではなかったことから、北畠氏は、平常時は、滝御所に住み、桐山城は、詰めの城として使用していた。桐山城を取り囲むように市場が並び、桐山城を守護する、京塚屋敷もあった。滝に至る津清杉町入の股からの杉峠と、松阪市飯高町赤桶からの小路越には、峠口に砦を、松阪市飯南町上二垣からの筆坂峠と津清杉町奥津からの貝坂峠には関所、松阪市嬉野上、小川町からの白口峠と津清杉町下の川からの桜峠と津清杉町八地からの筆峠、漆峠には峠口に環礁を置き、外郭としての機能を果たしていた。滝城下絵図城下町の戸数は 3,500 戸であった。現存する記録では、城があった頃の滝の様子を山間の偏僻なところとして描いている。天保10年の斎藤忠県著、伊勢国史紀略によると、国史館から南に1町、東に5町、北に10町のところにそれぞれ家臣団の屋敷があり、有力な家臣の富士緑屋敷は、藩庁四方であった。寺院は、陳福利院など、約20寺が、東と北の屋敷の外側に散在していたが、神社は少なかった。桐山城下に居を構えた家臣は、複数の師匠を称号すると700人から1000人ほどで、全家臣15,000人のうちの20分の1から15分の1が滝に控えていたことになる。滝御所の左右両側は五間馬城、五間鳥羽、五兵衛土蔵、重臣、内舎の屋敷など、約200の建物が並んでいた。他に、市場や御用主や歩が数カ所に分かれて集中し、商工業者も少なからず集まっていた。滝分野図を読むと、武士と庶民が混住しているように見えるが、現存する地名を分析すると、庶民は南方や東方に多くいたようである。天正4年の桐山城落城により、城下町も消えていったが、江戸時代には、お伊勢参りの人々が集う宿場町として再生した。21世紀初頭には山深いのどかな里となり、旧家が立ち並ぶ。南北朝時代初期、北畠氏の拠点であった南西にある平地の城郭は次々に落城し、北畠顕義は長期戦に耐えうる城として、興国3年、または興国4年に一主郡滝に城を構えた。当時17歳であった顕義は、交通の要所であったことから多岐を選んだ。南北朝期の大小数十回に及ぶ戦では、北畠軍は一度を除いて、桐山城から出陣していた。その後、出陣の拠点は、朝霞城へ移った。吉野昌平年間になると、南朝方の軍勢は、北畠氏と楠木氏だけになっていた。そして、昌平3年、昭和4年1月5日、四条畷の戦いで、楠木正幸が討ち取られ、正幸を破った北朝方の高師直は、吉野へ攻め入り、皇居に火を放った。急報を受けた秋吉は500騎を率いて、多岐より進軍し、警戒した足利氏は退却した。秋吉は、光和3年、永徳3年7月28日に58歳にして、滝山荘にて亡くなった。元中9年、明徳3年うるう10月5日、明徳の和約に従って南北朝が統一された。しかし明徳の和約で約束されていた両党鉄律は、昭光天皇の即位によって破られ、応永22年春に北畠光政は朝霞城から挙兵した。この頃の桐山城に小倉宮は、翌昭長2年3月まで桐山城でかくまわれていたが、その後行方不明となった。光政の代までの北畠氏は、北朝や室町幕府と対立してきたが、北畠教具は赤松和康を殺害したことで幕府の心象を良くし、文明16年4月に旧大将軍、足利義直は伊勢神宮への参詣途上で、桐山城に立ち寄っている。明応8年に桐山城は焼失し、永正3年に再建された。時代は下って、大永2年7月には、蓮華宗の漱石が、桐山城下を訪れ、以下のように記している。同年の10月には、同じく蓮華宗の総長が城下を訪れ、3日ほど滞在した。夜になりて、多芸へ行きつきぬ。カレーは官僚の御分あればつけはべりぬ。またの明日、北畠の少将家に参る、ご対面あり、それより急ぎ立ちて、大花というところに行ぬ。漱石、佐野の渡り、織田信雄永禄末期になると、織田信長が北勢に侵攻してきたため、桐山城に次ぐ要衝であった大河内城へ本拠を移した。広陽軍館にもと記載されている。桐山城には、城代として北畠正成を残した。さらに、木造城主の木造具政は北畠本家に対して、永禄12年5月に謀反を起こし、同年8月には信長が木造城入りした。そして、北畠と織田の戦闘が、朝霞城とその四条の高木、そして船、工場を舞台に繰り広げられ、同年8月28日には、大河内城の戦いが始まった。この戦いでは、50日に及ぶ、籠城戦の末、信長の子、織田信雄を、北畠具房の養子にするなどの条件で和睦した。天正3年、信長は、具房を隠居させ、信雄を、大河内城から渡来郡の田丸城へ移した。そして翌天正4年11月、信雄は内主に命じて滝郡の三世御所を攻撃させ、北畠具卿と北畠一族の13人を殺害し、事実上北畠氏は滅亡した。三世御所で具卿が殺害された直後、桐山城にも羽柴秀吉、神戸信孝、関守信らが率いる大軍が送り込まれ、城代の正成は必死に防戦したが、城管を焼き払われ、落城した。城跡は1936年に桐山城跡の名称で、日本国の史跡に指定、山麓の北畠神社にある庭園は、北畠市館跡庭園の名称で、日本国の名称及び史跡に指定された。市町村合併前の美杉村教育委員会は、1996年度から2005年度まで、北畠市館跡の発掘調査を実施した。2006年7月28日付で、文部科学大臣により、史跡の統合、追加指定及び名称変更が行われた。これにより、桐山城跡と北畠市館跡庭園の2件の史跡を統合し、指定地域を追加した上で、指定名称が、多岐北畠市城館跡、北畠市館跡桐山城跡と変更された。統合、追加指定後の史跡指定地の総面積は 268,906.91平方メートルとなった。津市教育委員会は、津市埋蔵文化センター滝北畠市遺跡調査分室を設置し、2006年度にも上官跡の発掘調査を行っている。北畠氏9代が240年にわたって、桐山城に寄った。北畠氏館跡庭園以降の日常的な管理は、津市より委託を受けた桐山城跡保存会によって行われている。遺構としては、掘り切りや土塁が残り、中世の山城の景観をよく保存している。城跡からは四方に視界が明け、西を見れば雲津川を隔てて、伊賀や奈良県の山々、東を見れば、眼下に滝の村落と極が竹があり、その奥に伊勢平野が広がる。また、本丸から南東に200メートルを行ったところに、鐘付堂と呼ばれる、堀切を備えた大城地が残る。この大城地は、不成形で、低く短い土塁が南西部に見られる。北畠神社の裏手より尾根伝いに登ると、山頂の桐山城に達する。北畠神社からの登山距離は、約 2km。最寄り駅である JR 名松線伊勢奥津駅からは、徒歩で約1時間かかる。北畠神社は、滝御所の跡地であり、北畠氏滅亡後は、親善院となり、明治時代には、滝小学校の敷地となった。往時を忍ばせる、池泉式回遊庭園が残る。さらに、竪俣川の対岸にある美杉町下滝小路六殿には、東御所という土塁、堀を持つ、館跡がある。発掘調査によって見つかっている館跡には15世紀前半前期と15世紀末と16世紀初頭の2系統があり、前者には日本の歴史上でも古い石垣などが確認されている。ありがとうございます。